日本を代表するアイドル AKB48 の元メンバーで、チーム A のキャプテン、そして AKB48 の2代目総監督も務めた横山由依さん。実は夢を諦めることのない、努力家として知られています。この記事では横山由依さんの学歴、大学、高校、中学校、小学校、と出身校の偏差値、生い立ち、芸能界デビューのきっかけをご紹介します。目次、横山由依の出身大学、横山由依の出身高校、京都府立西宇治高等学校、横山由依の高校時代、横山由依の出身中学校、木津川市立木津第二中学校、横山由依の中学時代、横山由依の出身小学校、木津川市立高野原小学校、横山由依の小学、横山由依の出身地と実家の家族構成、まとめ、横山由依のプロフィール、横山由依の出身大学、横山由依さんは、芸能活動に専念するために、大学へは進学していません。高校を卒業した年の総選挙で19位となり、選抜メンバー入りしています。そして2015年12月から2019年3月まで、2代目総監督としてグループをまとめています。横山由依の出身高校。横山由依さんの出身高校は京都府立西宇治高等学校、現、京都府立城南陵総高等学校、です。京都府立西宇治高等学校は偏差値64の学校です。横山さんは2008年4月に高校へ入学し、2011年3月に卒業しています。京都府立西宇治高等学校、学校名京都府立西宇治高等学校、現、京都府立城南陵総高等学校。落下、コース普通科、偏差値64、所在地郵便番号 611-0042 京都府宇治市小倉町南堀池。最寄り駅小倉駅、近畿日本鉄道、著名な卒業生羽野秋、横山由依の高校時、画像引用、高校時代の横山さんは軽音部に所属し、バンドのボーカルを担当していました。中学時代から歌手を目指していた横山由依さん。高校入学後も歌手になるためにオーディションを受け続けます。SKE48 の第2期、第8期研究生のオーディションを受けましたが、いずれも落選してしまいます。しかし、夢を諦めずに AKB48 の第9期オーディションで見事に合格し、2009年に AKB48 の研究生候補となりました。正式な AKB48 の研究生になるまでは、平日は学校とアルバイト、週末は東京でレッスンを受けるという生活が3ヶ月ほど続いたそうです。横山由依の出身中学校。横山由依さんの出身中学は木津川市立木津第二中学校です。横山さんは2005年4月に中学校へ入学し、2008年3月に卒業しています。木津川市立木津第二中学校。学校名木津川市立木津第二中学校。所在地郵便番号 619-0224 京都府木津川市兜台6丁目1。最寄り駅高野原駅、近畿日本鉄道。著名な卒業生田中博康、元プロ野球選手。横山由依の中学時代。中学時代の横山由依さんは、あまり勉強をしなかったそうです。その代わりに、部活動のバスケットボール部に熱中した中学時代でした。そして、中学2年生からボイストレーニングに通い始めると、本格的に歌手を目指し始めます。中学時代から100以上のオーディションを受けますが、すべて落選してしまいます。たくさんのオーディションを受け、本気で芸能界入りをしたいと思っていたことがわかるエピソードですよね。横山由依の出身小学校。横山由依さんの出身小学校は木津川市立高野原小学校です。横山さんは1999年4月に小学校に入学し、2005年3月に卒業しています。木津川市立高野原小学校、学校名木津川市立高野原小学校、所在地郵便番号 619-0224 京都府木津川市兜台4丁目 4-1。最寄り駅高野原駅、近畿日本鉄道、著名な卒業生田中博康、元プロ野球選手。横山由依の小学校時代、小学生時代の横山由依さんは体育と音楽が得意だったそうです。駅伝大会やリレーの選手として活躍するほど、走ることが好きだったそうです。そんな横山さんでしたが、小学4年生の時に大阪城ホールで見たケミストリーのライブがきっかけで歌手になりたいと思うようになったそうです。横山由依の出身地と実家の家族構成。
1992年12月8日生まれ京都府木津川市出身の横山由依さん。キャッチフレーズも、金閣寺よりも輝きたい。京都出身の横山由依です。と挨拶するのでご存知の方も多いかもしれませんね。しかし、横山由依さんは金閣寺を見に行ったことがないそうです。横山由依さんは京都弁の穏やかな喋り方がとてもよく似合っていますよね。愛称の、由依はんは京都弁から来ているんですね。ファンの方々には由依ちゃんと呼んでほしいそうです。京都の田舎育ちということで、小さい頃は外で遊ぶことが好きな子供だったんだとか。幼い頃の横山由依さんは、真っ黒な女の子だったそうです。家族構成はお父さんとお母さん、3歳年上のお姉さん、由依さんの4人家族。横山由依さんが音楽に興味を持つようになったのは、お姉さんと一緒に音楽教室に通うようになったことがきっかけなんだそうです。そんなエピソードを聞くと仲の良い姉妹ということがわかりますね。まとめ、横山由依さんの出身校や生い立ち、芸能界デビューのきっかけをご紹介しました。小学校の頃に抱いた、歌手になりたいという夢を諦めず AKB48 のメンバーとなった横山由依さん。努力を続けたからこそ AKB48 の総監督にが選ばれたのではないでしょうか。AKB48 は卒業しましたが、これからの活躍にも期待したいと思います。横山由依のプロフ、こんな横山由依、横山由依、生年月日1992年12月8日。出身地京都府木津川市、身長158センチメートル、血液型。